びっくりするような、いやあるでしょどう考えても重要。さあやっていきましょう、はい、さあ10先です、あ10先じゃない10本です。とりあえず5-5だった場合はもう1本取り合いです。サボンです。さあ撫でて手を出して大中中、まあ安定ですね。大中でんだとテンションで返される可能性あるんで、さあ開幕は飛行点を打っていく、ここは空対空飛行点、これは強いですね。さあ仕込み大パン、あれ有効ですね。てなチュンリー様から、あのチュンリー様をうまい差し返し、さあ飛行点当たって、これは2ヒット、あー引っかかる、これが投げ返す。転生脚という技は4回当たり判定が出ますので、今みたいに巻き込まれる可能性は非常に高いですね。さあ飛行点はとりあえず水弾でお互いスカッとと得意か。さあお互いにゲージをちょっとずつ回収しているが、差し合いに行こうとしていくケイシンさん、ここで垂直大パン対空、これは壊し、垂直攻守から連携を、さあ差し合いに行く、お投げて円柱パン、円柱パン、円柱パンの、さあ空中で拾って3ヒット、まあこれは OK でしょう。チューチューチュー、さあゲージがもうちょいだから今の飛びは落としづらい。投げて壊し飛行艇、これはあー相打ち、飛行艇の出際に、出際、さあ空対空、これはない。さあ今の飛びは落ちにくいやつですね。投げ返したのは草さん、投げて中大踏んでしまう、逆に投げる、これは横ためがなくなるのいいですね。さあこれは投げて、さあ差し合いがうまい、チュンリー様出てって中足から吐かせる、これ飛びない、落ちない飛び、よく飛行機打った、しかしいやー厳しい、前ジャン中継からガード高速生かして投げですね。まあ、下ためがけされてるんでね、もうしょうがないですね、あそこは。ケイシーさんが2本。さあ、これは空対空。食らう、これは空手アテンション、しっかり飛行艇、これが難しい、スピニングバードの対空が難しいんです。壊して、中足に対して壊して。しかしこのラウンドはケイシンさんちょっと厳しいか、吐かせた、撫でる、さあ撫でて、うわチュンリー様、さあが、うわこれは中弦は繋がらないが、ここで撫でに行く、強気中大でピュアラッテ近代系、あそうですね了解です。さあこれは今のは裏回りしようとしましたができず、そしてしっかりと裏回り発見、あれが強い。さあこれは中断、これは食らう、対空だがガード中キック中パン中継、あれ実況中何々さんとかさん付け省略していいですか、了解です。さあ草が1本やり返した、裏回り中パンから投げ、あの裏回りがね強いんですけれども、まあまあ、判定がかなり強いですね。さあここは中足からチャンデーションしっかり投げて、投げる、ゲン、うわピュアル、マジでそんなにスタンチあったか今。
さあまずはゲージを回収といったところか。しかしお互いそういう感じでもなさそうだ。さあこれは飛びない、あ落ちない飛びですね。小足から後転、あ円柱パンチ後転、あの連携が強い。さあ中中ケイシンが差し合いに行くがもらうダメージを。これはおっと、この近代系はちょっとケイシンさんも意外だったか。さあこれでイーブン 2-2 です。星の流れも捨ててるんで大丈夫です。さあケイシンさんの色はこの深緑、かつて山子さんが使っていた色であるが、あの中継からの背中はかなり強い連携。しかしあの中継から背中蹴りを直でやってしまうと減った、直で背中をやった場合、中継をガードした側は背中出してその後出し背中の方が食らいます。コパンで刻んでこれは踏んでしまう。さあ2人とも安直に背中重ねはいきませんね。これは落ちない、暴れる。さあお互いゲージ持った、今のはあの予想いいですね。予想透かしてゼロフレー着地で、さあこれは吐かせた。ゼロフレー着地なんでね、あの戦列入らないんですよ。さあこれは飛行機見てから飛びっぽいな。さあここの星大事な気がする。さあ中近敵で落とすが、投げたのはケイシンさん、投げまくる。この連携限定相打ち、うわー転生すらも、いや厳しい。あのね、あの円柱パンはガードさせて10フレーム猶予ある、先に動けるんでかなり強いんですよ、10フレーム。まあ、ちなみに金柱パンも同じです。さあこれは踏んでしまう、色が2人とも似てるが大丈夫か。さあこのデイキックはすかされて投げたのアクサさん、やばいな、軽省略抜けねえな。ハッケーでしっかり落とす、ゲーンうまい。コア中飛行点あれが強い。さあ金的対打ち、これはさあよく飛行点打った、今のはビオルなじめ死にますね。さあお互い一歩も引かない。さあ前歩き飛行点うまい、あれマジか、うわ中心点どっち、踏みつけは使ったが大百列で削って引き捨てがちょっと甘い。あれでも抜けられないのがあれですね、クラゲのデカさ。さあどうする、あーこれがツンリーです。さあ空対空同士になって、お互いまた空対空同士、飛行艇でしっかり対空、コパン中パン円柱パンをしっかり使っていく。お互いコパンで落として壊しゲン、百列やめた方が食らいます。さあ八景対空ゲン、これはチャンスか、相打ち、うっ、おあ草が粘った。いやこれ熱いなマジで、予想通り熱い。さあこれが本来の2人のカラーです。さあお互い3対3と全く引かない状態、金中系円柱パンで暴れる。さあいいですね、あの連携強いんですよ。あーとこれは対空ミスか、よ踏みつけすかして飛んだがしっかり転生で落とされる。ゲンでしっかりと円柱パン強い、あれが落とせない、相打ち。さあ裏回り戦列はガードだったが相打ちで中継減ったな今、あでもあれくらい減るのかな。
さあまた空対空がお互い今度は早出し中継。さあ撫でられたのは慶心さんだが、いやーあの固めが強い。全部10フレームの猶予があります。動ける方。さああれは落ちない。いやいい連携、そしてガードもさせる。これは美味しい。ゲージがモリモリ。わっ天翔のデディワを撫でたの。さあこれが落としづらいんです。コパンから大脚力、これは落とせないやつ。食らう格楽は、これはしっかり中二様。どっち中継だが書かせた。何でも知るぞお互い。我慢している。うわー熱い。これは我慢している。うわー立ち中継が、しゃが中継長かったんだね。まあお互い我慢がやばい。あーなるほど、こんな感じか今の。確かに立ち中継振るにはちょっと近すぎた感じか。でもねあの位置で振らないと多分ね飛行圏潰せないんですよ。あの立ち中継弦を弦で差し返す。さあ空中で踏んで、さあ今のはお互い何も起こらずというところか。先に溜めたのは天心さんだが投げて打ち身がない。チュンリー様チューチューガード。さあ円柱パンで暴れる。八景で落として、これはうわマジで。おお藤沼さん、さあこれはゲンゲンやったところに、さあ今のはフィニスケスカシだったか。なぜか食らってしまう。立ち中継と飛行点が相打ちで、これは相打ちめくりに行くが、まあ大体表ガードです。チュンリーはあーこれはあれはチュンリーにさあ吐かせた。うーんこれは普通だ。これが草。熱いなマジで。お互い一歩も引かね。さあ今のは垂直ダイパンで落とそうとしたんですが、なるべく頂点のところで落とさないと落ちないので。さあ空対空投げる。打ち身がない。壊し剣相打ち格楽金敵で。さあこれは中足刺して吐かせた。あーこれは撫で返した。慶心さん気合い。さあお互い4対4あと2戦ですね。さあスピニングワードの着地に中足がかけて、あれ大体かけれますね。さあチュンリーチュンリーの読み合いで、バックジャンプ最初にスピニングバードをやった場合に、しゃがみ中継が隠るんで、お互いゲージ貯めたいところの強をついてやりに行くのありですね。壊し大白です。発見当たって、これは出なかったが、あー壊しと中足の応酬。さあこれはしっかりカラちゃんでしょ。壊しからさあこれは光ったが、あれがおうまい。百列の出際にビンタ。あーこれはピオリッチ前に行くフルヒット。さあケイシンさんがちょっと追い込まれた形にはなってますが、ケイシンさんがここで取るとサドンデスもう1試合。さあこれは
お互いゲージを貯めるが垂直ダイパン、壊しのあれか、出際に出る前に立ち壊しで無敵部分が長いところで切るというところかな。中段これは食らいますね。さあ飛行剣の弦が相打ち、中パン飛びあれは有効ですね。さあ中段、さあ啓心さんがうまいぞ。円中パンチュンリー様で切って、これは傘がらんない、中台が入らず、はっけー。さあサドンデス、もう一試合、もう一試合だけ。熱い、勝った方が優勝です。これ俺もやりてえな、マジで超熱い。まあ、俺はあんまできなさそうだけど。さああの格落はかなり苦しいです。壊し、コパンから泣いて投げる、ピオってコパコパ100です。投げの後のピオに対しては投げは入りませんので、まあコパコパな100ですとかでやる方がいいですね。さあ踏み込んだゲームはしっかり当たる。おっと、さあこれは中大でピオ出せに行きたかったが近かったのでゼロフレ投げですね今のは。さあ格楽の応酬、さあ画面端に行ってしまうが、コパンでしっかり対空、投げ打ち目は取っている。この辺がさすが慶心さんだが、しゃがみぐらいで投げる、なんと深さん勝利おめでとうございます。やべえ、俺もやりたい。草さん疲れたってあどうしよう、じゃあ草さんとやりましょうか。あ確かに、じゃあ先どっちとやった方がいいんだろう。じゃあ草さんやりますか、先お願いします。入ってるかな、負けてしまいました。今チョンリーが3人いますので、この後勝ったクサンと、ミレルスが、今度10本から、やります。また合コンだったら11をやるということで、一応白くはつけるという感じです。これはマイク取ってます、ちょっと取ってたら書いていただけると嬉しいなと思いますが、ヒデ対クサです。マイクが遠い、ああ。なんかでかい声出した方がいいそうなので、ちょっと大きめに、喋ろうと思います。はい、キングライフ 1P がヒデです。で開幕ですね、開幕いまだに何がいいのかよく分かってないのですけれども、ちょっと見ながら勉強しようと自分も思います。はい、で押しているのは、ヒデですね、1本目、はい、お互いゲージ溜まって、スピー草が戦列から拾ってダメージ取ったけど、ちょっとミスって投げ受け身取ってなくって、かなりこのラウンドは草厳しい。おただこれで順、あー投げ返す、ヒデ投げ返して、1本選手ですね。開幕はティコを見てから前飛びっていうのをちょっとやれるかなと思って今試してるんですけども、なかなかちょっと人の反応に次第かもしれないんですけども、自分には厳しいかなという気がしてます。さあヒデが押してる、投げる、壊しと、あそうかまだ溜まってませんね。これは草きつい、うん、もう飛べます。これは弦も返せないところなのでこれはしょうがないですね。結構こうして見ていても、スピニングバードが暴発するというのは結構チュンリーの場合あるなというところで、すぐ反応しないと弦が当たる間にこう裏に行ってしまって何もできなくなってしまう。さ
さあ1本目ヒデが取って、2本目クサが白いフライパンから出てきます。ジャンプシューキックはワンピーが勝つ。そうなんですよね、開幕はスピニングで6回出してゲージ溜めてからスタートというのがあるべき姿なのかもしれないんですけれども、なかなかちょっと今みんな結論出せてないなという感じですね。おっと、影は通らない。さあ、100列全然減りませんね。空中ぐらいからなのでこれは 2P もあるぞ。出ない。おっと、なんだなんだ、謎の今のコパンが小規模に分けたところから戦列が後ろからスイッと開幕大規模。開幕大規模はかなり強い行動ですね。さあ、大百列あれやられると困る。大百列には、タッチシューキックは、基本的には勝てないようです。中百列までだったらタッチシューキックがほぼ一方勝ちできるんですね。お、抜けられない。これなかなか抜けづらいところはやはりあるのか。さあ、空中ぐらいからの背中蹴り置き攻めは、ミスった。あっと、地上でも当たる。ジャンプで落とした方がその後の状況はいいかもしれませんね。さあ、お、受け身がいいですね、今ね。受け身をちゃんと取っていた。逃げないパンで一方勝ち。あっと、これは飛ぶ。踏んづけが最速ですね。踏んづけが最速なので、今のはすごい判断。さあ、ヒデが2連勝します。先ほどと一緒ですね。ここから草が先ほどは、盛り返して勝ち越しました。3試合目です。歩いてシャガチュー、ゲン逃げスピニング。そうですね、キャンセル機構は基本的に後ろに余裕があればバックジャンプスピニングというのがこのカード良さそうな感じがします。この2人はそういったシステマティックなところをちゃんと詰めてるなというところで見てると勉強になる。ピョらない、これで終了。さあ、ヒデは強気に攻めていって、2試合選手からの1ラウンド取ってます。開幕機構に柏木結構はミスかな、多分歩き大百列のミスか。さあ、振り付けじゃなかった、ごめんなさい、背中蹴り。振り向いた時の焦点は今みたいにちょっとこうチュンリーの当たり判定の関係で当たらないことがあるようなので、タイミングがギリギリの場合は肘の方がいいのかなというところですね。使い分けが結構難しいな。さあ、抜けられない。さあ、クサが取り返す。開幕はゲンとキコ、開幕歩きゲンというのは同キャラでたまには、さあ、ミスってちゃんとしゃがんでテンションで落として後ろから、はい、背中蹴りからの、はい、お、ワンピーが押してて、ちょっと展開が早くてごめんなさい、喋りが。さあ、3段つながらないけれども、これは 2P に吐かせれば、うん、あ、これはでもガードでいいですね。おっ、当たらない。運がいい。これはもう、さあ、これで2分の1になるか。あー、さあ、2分の1に、お、これはむしろ草有利。あー、今大気候かな、大気候を思い切ってヒデが打ちました。結構いい勝負どころでしたね。まあ、画面端まで行った時点で体力があっても草の方が有利な局面だったのかなとは思うんですけども、ヒデが思い切って打った。草がちょっと受け攻めを躊躇したかもしれませんね。さあ、3連勝、結構意外な結果ですが、背中蹴り相打ちでかけないところからの、さあ、このラウンドは草が、端に相手を追い詰めている。相当追い詰められるとチュンリーはやることがなくなってきついです。当たる、きっちり当てる。さあ、結構つい打ち返してしまったというので、戦列のお釣りが明け中に入る。相性があるんでしょうか、これは。ヒデが今のところはかなりいい勝負ながら、結果的にはかなりの結果を出してる。さあ、暴れの勝負どころもいいが、今朝もきっちり甘い飛びは見てる。集中つないで、背中蹴りは結構ガード方向が切り替わるんですよね、途中で。ちょっとうまく説明できないんですけれども、向いてる方と逆に入れないと、お、これはきっちり抜ける。これは追いちゃわないが、投げ、お、つなぐ。さあ、ヒデも乗ってるぞ。
当てる気がないっていう戦列当てました。さあ開幕前ジャンプ、うん、初めてですかね開幕前ジャンプはお互いに。さあどっちも当たんない、これきついんだ。そして草はちょっと様子見飛んでこいよという感じで、気候大空待ちをしてましたが解けません。さあその結果中央になってお互い溜まって、このあとどういう風にお互いが相手うまい銀太大空からの、さあためがないとなったら結構チュンリー戦は飛べます。そして投げる裏にティガー、かなりティでは運もあるぞ。さあ剣が当たってこれで分かんない、ああ安いぞ。さあコパンから投げてミスるが、今のは剣かな、剣をミスったか、立ち台系か、うーん、まあでも今立ち台系は当たらない距離だったかもしれないので、うん、ちょっと判断が違ったのかという、難しいですねあれは、特に痛い反撃は当てられなかったかなと思います。さあ草がこれで1本取り返したのでまだまだ分かんないです。結構をよく歩いて投げる、面当てる、そして大逆筒、うん、お、いい暴れですね。この暴れをしないとほぼ抜け出せないぐらい前足がきついんじゃないかなと個人的には思います。回復が溜まってなかった、きっちり抜ける、初めて綺麗に草が抜けましたね。もう心に余裕があるときはギリギリまで引きつけられるということなのかな。さあ大パンから投げて踏みつけ、ガード剣当てる。さあこれにうーん、天章スカリにはやはりチュンサマーで焦がして置き攻めというのがいいかなと。さあ今ちょっと図に乗った感じの話をしましたが、まあ、状況的にはこれは相当ヘリはもう戦列当てもう出してしまったのでこれはもう終わりですね。さあ草が1本取り返したのでだいぶ調子が出てきて3人まで盛り返してきました。ムーさんが見てる、はい、そうですね、ムーさんと、はい、お、これはめぐれない、フライパン、うん、チュンリードキャラは中足まで入れてしまうと多分オーラしか繋がらないんですね、その後は。なのでオーラ出すか、あー今のはミスった。さあチューチューチュゲンからの投げにならなかったが、おっとこれはヒレもおもらししてしまったのでまだある、まだあるんですけど、安定ですね。溜まってないチュンリー同士は割と飛びがかぶさってしまうので、そして暗い投げもかなりしづらいです。チュンリーはジャンプが速いんですかね、背中蹴りもあるしジャンプもおそらく結構速いと思います。さあ、あっと今の確定じゃないはず、あの半角がミスです。投げて死ぬ、右下チューパン、ま、暴発しちゃった相手にはやはり歩いてってチューサマーまで入るのかな。前ジャンプ大パンはかなり安定だと思いますが、さあこれがガードが切り替わるやつなんですよね、背中ゲイのガードが逆になると思います。私毎回食らってます。さあ今のはめぐってなかった、さあピュラない、今ピュラなかったのはヒレ、ねえヒレかなり運がいい、しかしまだ状況的には十分ある。さあ溜めたい、そう溜まってば体力差はなんとかなるかも。さあこれはね、これはあの草も戦列を出そうとしてたと思うんですけども、さすがに今のはガード確認になっていたかな。さあ今ちょっと最後のラウンド泥試合みたいなところをヒデが拾ったことで 4-2 になりましたが、この後どうなるか、まあ、まだ 3-1 まで取れば 5-5 になって、ゲストの11試合目という感じになります。ヒデきっちり見ている。さあ投げ受け身がない、そして、うん、ヒデきっちりチュンサマー入れた、チュンサマーがやはりダメージそのもの状況ともに最高なのかなというふうに思います。さあコパコパからの上げ返す、まだの上げる、さあお、あー今ゲンが出なかったら痛い、ゲンが出れば2分の1で勝てるというような状況だったかなと思いますが、さあただまだ体力的には、あこれはトリガリー、今のはちょっと見てからだったのか、見てからと草が受賞見てからということです。はい、さあここからおっと当たらないが投げて、投げ受け身ゲンから見てる、この天章という技、お今ちょっと逆ガードだったように見えたぞ。さあ百裂でかなりヒデが体力リード取る、コパンが振り向けなかった、
高秀が歩いてくる、剣当てる、チューチュー、お互いあー離してしまって、ただまだ画面端なので一回、お、そうですね、この後の炸裂などをポコッと、減ったな、そしてキコも当たってなかった。まあ、2ラウンド目なんで、今のはジャンプ衝撃だったと思うんですけど結構減りました。あ、というかごめんなさい、ジャンプ衝撃と銃撃かダメージが一緒だったような気もしますが、限内、はい、内から体験、はい、キコの一方勝ち、で裏から、あっとなんだ、コッパンか、今裏に行くと思ったんですけど、さあかなり草が、さあいいよ、さっきから草がなかなかこの黄色いのピヨンないなと怒ってますが、まあ、今のはピヨンらなくても、あえね、まあ多少はという、さあこれで 4-3 まで来ましたね。 4-3 でまだヒデが一応リードという状況です。さあ方がかなり減った、チューチュー、2つ目当たる、ゲンじゃなかったと思います、背中蹴りが後がちガードして、ああ展開が早くてすいません、とっつかないが、コマンドライク今のはいいですね、リードしてるから相手でも OK。 さあ今パナしてしまったが状況がいいので、2択と、まあ2択木では目付けがないので2択ではないかもしれませんが、値段当たる、さあ相打ちゲン、相打ちゲンっていう行動はどうなんでしょうね、あんまりこうリターンが大きくないかなという気が個人的にはします。さあヒデちゃんとしゃがみ見て、これです、これなんかガードできないのかな、もしかすると一度もガードしたことないんですよね、あの状況。今度瀬尾君に教えてもらおう、投げる、さあが、あ、今の暴れ休みのゲンはいいですね。さあちょっと行きたいけど、おっとお願いが外れたので、これは、お、飛ぶ、飛んでピコ大工やられると2分の1になっちゃうとこですが、飛びました。さあこれはお互いゲージ溜めた方がいいような気もするんですが、溜めないですね。もう体力的にはワンセットで死ぬからというところ、お、これはでかい、手でこうなった後の下がりは放す、あーやっとしちゃったあ、今のはちょっとあれですね、冷静さを欠いてたというところなのか、飛びだけ見てれば振り向きのコパンでという感じでしたが、まあそこはしょうがない。さあこれちゃんと止めないのが草ちゃんとしてます、結構止めてしまうというのが準備使えるんですが、コパンダイグからのゲージがこれでヒデはたまる、さあ草も頑張って溜めた、お、今のは隙が短かったですね。さあお互いパナスパナス投げる、お、草がガッツポーズ、44まで、2連勝で、44まで追いつきましたよ。先ほどと同じく44まで来て残り2試合と、さあ9試合目メインキャラ、メインカラー同士ですね、黄色対、あ、黄色ってメインじゃないか、ヒデの色どっちだったかごめんなさい、ちょっと忘れてしまいましたが、この踏みつけがバックジャンプパンチぐらいまでは当たりそうですが、チューチュー入れて、さあすぐオピオライン、これはピョってもおかしくなかったがピョない、ただヒデは、お、これきつい、さあちょっと相打ち狙い等もいろいろ考えられますが、特に取れずにヒデが押し返したのでまだ勝負はわからない。飛行対空からめくりから投げないで有利を取っていく、おっとコッパンが長い、さあこれは踏みつけからの、おっ、安すぎるが、これはそうですね、ちょっと今の後半のヒデ側はラウンドは取れたんですけども、もうちょっと改善の余地あったのかもしれませんね、後で見直してこういろいろ検討できるかなということで、配信台でやってるのはいいと思いますね。さあゲージため、お、うわ、百裂がものすごく減った、体力リードは草が奪って、ヒデはワンチャン当ててやるという感じで前に出る、おっとこれはうわ、しゃがみタイプ当たるんですね、しゃがみダイパンが当たるんだスピニングに、そうなんですか、折り際だったからかな、高山君内足から下がって、ヒデちょっとこれ下がってしまって追われているんで、さあ結構見てから飛ぶ、これができるとやはり同キャラかなり有利が取れるんじゃないかなと個人的には思います。これは反対くない、
食らい投げというのもやりたいんですが、なかなかこう食らい投げはこう抜けた、一気に抜けた、ちょっと消費量じゃなかったか。さあ姫が押す、おっとちょっと様子を見て、これはあの距離だと反角がないですね。真上にかぶさると確かジャンプ大キックが反角だった気がするんですけど、踏みつけ今ちょっと手前で当たったので何もできないという局面。さあ5本目先に取ったのは、ヒデチュンリ、ワンピー側の黄色いヒデチュンリ取りまして、草が、4-5のビハインドからの10試合目となります。ゲア打ちから草がスッピー側押していく、でもうまいとうなる。さあこれがね対応できないんですよね。かなり小スピニングは重要だと思います。そして前めくりになってしまうが、よく見ている。さあこれは飛んではいかない、ぶっ放した。みんな好きですね、最近こうヒデもよくあれをやってるの最近見るんですけど、ファーストネツブッパ好きですね。なんで中足じゃないのかなっていう気もするんですけど、お中盤で落とす、お今はよくギリギリまで引きつけて、チュンサマン、チュンサマンは早出しとあのギリギリとでだいぶ判定がこうあの違うところが相手に当たろうとするんで、ギリギリまで引きつけるっていうのも重要かなと局面によって思います。さあこれはかなりヒデが、おっ草がパラしてしまったのでこのラウンドは絶望か。おお、よく見ている。もうあとは今は確定があったかどうかという、なかなか気候が、結構そうですね、まあでもしょうがない、あれはちょっと結果論でしょう。開幕リードはヒデが取る、コパンで落として投げる。あ、今のは痛いが、まだまだ全然状況はある。さあゲージをちょっとビハインドなので、お、これは美味しいぞ。さあそしてな投げ返す、歩いて吐かせる。しかしはダメ端はきつい、空対空ミスってまだある、出れば勝てる、出なくてもまだあるぞ。さあ、お、これは確定取れますね、はい。ちょっと最後のラウンドは運がだいぶこうお互いの勝敗左右したなと。さあ 5-5 になったのでラスト1試合と、先ほどと同じですね。さあお互いヒデってこっちがメインカラーだっけ、これがメイン、あそうなんですね、ヒデのカラーはこの登場チュンリーのカラーだったんですね。ごめんなさい、ちょっとあんまりはプレイヤーの色が分かってないところがあって、ごめんなさい。さあラスト11試合目、止めないきっちり、草はああいうの止めない、ちゃんと当てます。さあ固まる、百裂が今下段になってた、パラス有利な状況からはパラスというのがやはりセオリーなのかなと思います。よくわかんない背中蹴りの当たり方しましたけれども、やはり状況有利だな草と話しますね。さあこれはもう中足を、お、今のは見てからだね、完全にね、これはもうバッチリ見てからだというふうに言ってます。草がリードを取る。さあヒデ振り向きのコパンがめちゃくちゃ美味しいキックになってこかす、下がるのか、ちょっとここで下がるのはどうなのかなというふうに思います。後で考えてみたい。離す、おお、お互い、なるほど、やはりこうしてみるとこの同キャラは背中蹴り暴れが強いですね。あ、これは3発当たって、投げるか、投げたまあ今のはね、もうね、テンション食らっても死なないしね、はいはい、あ、まあ言うても下段のタクはないと思うんだけれども、まあ投げでいいんじゃないかなということで、この2人もいい勝負でした。最後5-5からの、11試合目で草が勝って、草最強というところになりました。草が2勝しちゃったんで、俺とヒデがやるのは微妙かな、どうするかな。せっかくだからやっておこうか。これマイク入ってたんでしょうか、ちょっとごめんなさい、自分もあの全然こう2人のスピードについていけてなかったと思うんですけども、今のが草とヒデですね。スピーガーの草が勝ち越しました、お疲れ様です。どっちでもいいよ、どっちでもいい、一応3人いるので最後の俺とヒデという
精神比例やってみようと思います。よろしくお願いします。じゃ草に変わります。はい、皆さんからまあ依頼が来ました。秀慶心に見たいとやるそうです。ルール変わらず10先10本ね。これは何、俺が数えなきゃですかね。少々お待ちください。これか。1P はまあヒデ君だよね。ヒデ君変わらず 2P ケーシーさんなのでやっていきましょう。とりあえず、まあ、僕はサドンデスまで持ち込んでなんとか勝たさせていただきましたけど、まあ5-5に毛が生えた程度の勝率だったので、まあお互いねやることはありますし課題もありますし、まあそれぞれ違う課題があるんでなかなかそれが見えてよかったかなと思います。まああとの2人、まあタイプは違いますね。完全にヒデ君はなんていうんですかね、意外とゲージ貯めてからスタートという思考で見てから戦列を重視してダメージ取っていくところを組み立てるイメージ。ケイシンさんは逆に言うとゲージは墓まで持っていきますね。使わないけどそのプレッシャーで勝つというところ。飛行圏抜けるの結構僕の中では難易度が高い弾抜けなんですよ、戦列っていうのは。それをちゃんとやるのは関東だと瀬尾さんとヒデ君という印象なので、そこの精度の差ですね。やっぱりそれはでかいと思います。ヒデ君の強みはチュンリーチュンリーに至ってはまだそれが強い。ケイシンさんはとりあえず踏みつけの精度が高いのと、そうですね、投げ強気やってくる。ヒデ君は逆に言うと踏みつけは課題だと思います。俺も課題なんですけど、やっぱ中段触れるっていうのはでかいですよね。なんかケイシンさんの 1-0 か、ちょっと メモりながらやるので少々お待ちください。はい、これはあれか、ワンピーこっちにいるのか。はい、ここでケイシンさんが 2-0。大丈夫、俺も2連敗したとこから巻き返すんだから、その展開を作ろう。俺は絶対さっきから立ち上がりが遅かったんで気持ちはよくわかります。開幕からチュンリチュンリって悩むとこなんですよね。ゲージ貯めるんだったらバックジャンプのスピバー一択だ。それ言ったからだとやっぱりもうチュンリーは前出るし、相手のチュンリーの方は前出るのがもうお決まりパターンなので、陣中で負けとる、それがいいのか悪いのか未だによくわからないまま、まあちょっとチュンリーチュンリーをやっていくという感じですね。ヒデ君もうまいっすね、ビンタ対空、あれキトさんがよくやってたんですけどね。かなり先端ってイメージか、俺あれやってもできないから捨ててるんですけどね。スピバで、スピバ暴発っぽいのはまあありなのかな、スピバ逃げもありなのかな。さあ選手をちゃんと切っていく中元と、あーさすがに、うん、そんなもんでしょう。この上のっかりがね、非常にチュンチュンの乗っかられるとすごい嫌なんですよ。多分まあほとんどのキャラがそう思ってると思うんですけど、チュンリーに乗っかられると結構未来がないので、なんとかして乗っかりたい、乗っかりたいけど、のなんていうんですかね、気候圏を見てから飛んでみたいな展開が多いんですけど、だからお互いが気候圏打たない地理品の試合だとそれもすごい難しいという。じゃあどうやって組み立てましょうというところになります。お、ヒデ君ちゃんと今のは見てからやってるっぽいですね。これで 2-1 か。あーしゃがみくらい痛い、中盤で負けるか、覚えておこう。さあ踏みつけ、これがでかい、前離れちゃうのもでかいですよね。あれがそのまま真上に落っこってくるんだったらね、
安いもんなんですけど。あー、踏みつけが痛い。踏みつけ返すのはガードなんでしょうけど、ガードしかないんでしょうけど、ビタでやれられるとちょっとでもあのビタでないなと思ったら、俺は中テンションで切ることが多いですね。やたらとそれが引っかかるので、台よりも中のが引っかかる印象。そこの見極めが重要。さあめくりから中盤で暴れ返される。さあちゃんとテンション、そうですね、ヒデ君ちゃんとテンション待ちするんですよね。さあ、あー惜しい。中足の振り合い。さあ飛んで気候を見てから、そう慶州さん気候を見てから飛びが早いんだよね。開幕周りで気候を出して前飛んでくる人なかなかいないっすよ。チュンリチュンリやってて、あれ見てから完全にやれるのは相当すごい。気候だけ絞っても大気候に対して前飛びが引っかからないって結構なもんだと思うんですけどね。よくやります。できんのかな、頑張れば。俺もそういうとこ精進したいですね。まあ、開幕機構に関しては前飛ば、その開幕前飛びが通っちゃうので、実は結構強気な行動なんですよね。ただそれを地上でガードすると超展開がでかいので、という意味の気候圏です。前飛びはまあ怖いからできないだろ、テンションで待ってんぞみたいなのが開幕の読み合いになります。垂直な、あれどうすればいいんだろう。垂直の対応がわからない。ちょっと考えよう。テンション待ち。あれやべえ、何試合かわかんなくなってきた。 2-2 かな。22、ちょっと、見てる人いたら22っすよね、これ。背中からの背中、あれもう、見えたらジャンプ中パンとかか、ジャンプ大パンでもいいんだ。おー、やる。あー、背中蹴りは逆だ。最後だけっぽいですけど、これ今ギレの3、ケイシーさんに、うん、かな。これでヒデ君が巻き返して、あ、違うか、 2-2 か。やべ、すいません、今3-2でヒデ君か。ヒデ君数えてた、ちょっと途中から分からなかった。ケイシンさんの3のヒデ君の2。はい、すいません。ケイシン君、ケイシンさん、お、目押し3段でかい。あー、おでんは、おでんはな。これでケイシンさんの4-2ですね。はい、いやーね、チュンリー使ってて、いやー分かりますよ、あれ おでんはって言いたくなるの。なんで踏みつけてもう一回飛びの後にもう一回ね、いろんなこう、技が出るように作ったのかって話ですよね。はい、あ、そうですね、2-4という言い方の方がよろしいかもしれないですね。ちょっとこの 1P2P だと、はい、まあ、お、あれ逃げに勝てるんだ、ジャンプ台系が結構強いの、そしたら。さあこれね、天昇閣を透かした後のチュンリー様、俺はやらないんですよね。中盤で当てて裏表振ったりとかするんですけど、
でもまあ中二玉で終わらそうがいいのかな、展開的には。これはちょっと動画として残るのかな、残るんだったら俺も後で見返したいですね。ちょっといろんなとこ勉強したいんで。中継、ビンタ、対空の1点に関して言うと秀君が多分3人の中で一番うまいっすね。すげえ勉強になる。よし、4-3 ケイシンさん4のヒデ君3。10本ですね。 5-5 で終わった場合だけサドンですという感じです。おー、あれもテンションか、なるほど。うわちょっとかわいそう今のは当たり方。投げて、うわー、そうね、ありありあり、こういうのもやっていく必要はある。ケイシンさんはそれでやらないんですよね、本当に戦列暴れっていうのは減るね。まあ、さっきも言ったんですけど、ケイシンさんのタイプっていうのは戦列を使わないというか墓まで持っていくタイプ、そのプレッシャーで勝つタイプなんですけど、やっぱりそれで勝てるっていうのは相手をちゃんと納得させられるんですよね。戦列のクソで負けたみたいな感じでならないん でそれ以外の組み立てで勝てるっていうのはやっぱりファンは多くなると思いますよ。壊し強いな、中足、中足に勝った。これで 5-2? あ、じゃあ 5-3 か、 5-3。 さあ、ヒデ君ここで2連勝しないとサドンデスに行けないプレッシャー。さあ、ケイシンさんリーチになります。歩き機構、さあ、飛びに引っかかるやつ、投げて中足つないで、現ピオリーチかな。さあ、ピオリーチをしないだ感じ、ヒデ君は。さあ、ここにまで来るとゲージを貯めたい。さあ、先月をちょっと使ってくるスタイルに切り替えてますね。中足にしっかりと小足当ててる、ダメージは少ないですけど、まあ、とがめる手段としてちゃんと有効ですね、肘がね。さあ、リーチを一応、リーチという言い方はあれですけど、かかった感じですね。さあ、ビンタで止めて、バックジャンプ、おー、やっぱ対空がうまい。さあ、投げ、画面端もついてきた。さあ、しっかり切って、ああ、使っていきますね。当たんない、あれはなんだ、折り際だから劣ったからかな。さっきも俺ダイパン出して使っちゃったんですけど、多分弦が正解、あれは。うん、まあ、ちゃんと溜まってる場合は俺たまにテンションを出すんですけど、難しいよなあれも。そこで覚えとくというのが中足からキャンテンションですね、皆さんも覚えときましょう。画面端詰めて、この画面端をキープしたい、キープしたい、ケイシンさん、しかし、お、ちゃんと裏取ってガードしてる。さあ、裏から気候圏、コパンでもいいっていうね、どっちでもいいってやつです。さあ、チュッ、飛びに当たって、さあ、いい勝負、ゲージがある分だけちょっと分があるか、これは。さあ、どうだ、あ、おおおおおおお、さあ、2人が同じ向きに倒れる、クソゲー、面白い絵が見えましたね。さあ、裏からしっかり下段を選択、そしてテンションできる、なるほど、ありありあり。さあ、背中じゃないや、チュンリ様。さあ、ピオ、さあ、ここは削り使う、おーっと、運がいい。さあ、ここから勝ちたいな、ヒデ君、あー、残念。さ
さあこれが次がラストですね。まあ秀君はちょっと勝ち越しはもう逃しちゃいましたけど、まあ最後は踏ん張りましょう。64がいいよね。秀君は一応現役の意地がある。さあ空対空取って、あれちゃんとしなきゃダメだな。前飛び見た瞬間に上に入れる感じで、なかなか難しいんだよな。さあここはしっかり切ってめくりから、さあガードゲージ吐かせて、さあこの展開秀君でかい。あーしかし切られちゃう。さあこれでお互いゲージ放出して、あー踏んじゃう、めくり返していやー面白いなこれ、チュンリチュンリ見てるとめくったと思ったら相手がまた宙にいるぞみたいな背中蹴りで。さあ今はねザ・スト2はバルログ対バルログって言われてますけども、まあうちらがね頑張ってチュンリー対チュンリーがザ・スト2だと言われる時代が来るようにしなきゃいけないですよ。やっぱりチュンリー使いとしてはそのぐらいの意地でやっていきたいと思います。そのためにもヒデ君は頑張ってほしい、 6-4 でとどめてほしい。チュンリーの未来は君にあるいやケイシーさんはまあちょっともう昔ね気づいた人っていう、もう僕たち、まあ、僕もどっちかっていうとそこまでの熱心にはやってないですけど、秀君は今熱心にやってますからね。ケイシーさん見習って僕たちは強くなりたい、そんな感じです。さあこれはそうそう後出しが勝つ、しかし切られてでかいかこれは。おなんかミスったっぽい、何のミスだろう。さあこのカードでかい、しかししのいだ秀君。あー飛びに当たるやつ、さあ飛んじゃったーって感じうん、ということで秀君はちょっと悔やまれる 7-3。 お疲れさんでした。やる？いやいやでもね今の立ち位置がよく分かったんで、いや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 すげえ面白かった。すみません、あの3人のチュンリー使いが、はい、10本ずつやっていきまして計32試合、はい、2試合ぐらいやったのかな、はい、はい、クサが3人で2人を倒すという結果でしたけれども、はい、でもね、1試合1試合は結構こうあんまり偏らずにいい展開になったのかなと、うん、そしてやっぱりこう見てても思ったんですけれども、3人とも未熟なところすごいいっぱいあったかなと思うんですよね、うんうん、あれをちょっと改善していければと。あとやっぱあれめくられた後の背中蹴りにチュンリーがしゃがめ中盤を結構暴れてることあるんですけど、あの後は逆ガードですね。最後に1回だけ逆ガード入れたらガードできました。だからねあれグラフィック通りにめくり中継からの背中に対して逆ガード、そうそう、あの投げ受け身でいいやって思って、はい、投げ受け身仕込みのしゃがめ中盤を結構押すんだけれども、はい、その時に背中蹴り出されてると、はい、グラフィックと逆にガード入れとかないと食らっちゃうんで、それを知らない人は食らい続けるかなと、はい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 、これまで20回ぐらい食らい続けてきて今最後確か1回だけガードできたんでガフではなかったということが。あとはあのめくり中継直背中に対しては見てから反応であのバックジャンプ大パンが、そうあれが一番いいですね。え、何何もう一回お願いします。背中やってくるじゃないですか、めくり中継から背中やってくるじゃないですか、はいはいはい、それに対してバックジャンプダイパンやれば一方勝ちできるんで。あでも真上からかぶさってると判定があれかじゃないかな。いやでもで超早めの反応すれば大丈夫ですね。あそうそうだよね、出る前に逃げジャンプダイパン、なんなら空中投げにもなるかもぐらいの感じだったかね。ならないかな。あそれは踏みつけの後か、踏みつけの後って結構空投げの感覚が重要だったりするけど、あそうですね、その辺をちょっと後で見直してみたいなと。いや今日の動画ちょっとしっかり見直したいわ。なんかこんだけチュンチュンが32本も見れる動画ってなかなかないからな、自分の動画も含めなかなかこれはねすごいいい勉強になる。なかなかやらないですからね、チュンリー動画だってね。そうなかなか、そうでもなんかハイレベルな試合だったのかなっていうふうに思いたいかな。ハイレベルにするためにちょっと見直せればという気はします。ありがとうございます。えおさあ、チュンチュン2回転のチュンリーが
よし、じゃあエキシビジョンということで、10はやらない、5ぐらい、うん、3先ぐらいで、はい。じゃあ、2回転が今のチュンリードキャラを見ていて、ちょっとヒデですね、ヒデ、まあ、2敗しちゃったんですけど、まあ、全然あのいい勝負してたと思うので、大丈夫、はい。ちょっと2回転が 2P で、この草からのチュンリーに、お、藤沼も来たぞ。いたの、ごめんごめん、今気づきました。いやいや、本当に今失礼しました。あ、そういうことね。さあ、これ2回転が、ちょっとヒデと同キャラやってみたいというので、2P のエメラルドのカラー、フェサカラーが2回転です。で、1P がヒデです。で、まあ、10はさすがにということで、3先でちょっとエキシビジョン的にやりましょうということになったので、さあ、見ていきましょう。草は基本的に、あ、草じゃなかった、ごめんなさい。2回転は、何使っても、まあ、標準以上動かしてくるので、知ってますからね。あ、取れちゃった。さあ、これ3発当たんない。うん、あ、はい。結構いい戦いしてる。うん。さあ、ミカは、たらしった。まだでも画面端なので全然ある。ただ、大稽古食らうと死ぬ体力ですね、これね。なので、おお、これは運がいいが、空投げで、2回転が1本。ラウンド取る。これはね、2回転の後ろに藤沼がついてアドバイスをしているということで、まあ、これはヒデはちょっと仮想藤沼と戦っているまである。と言いつつもちょっと、さあ、踏みつけ着地ゼロにして投げる、大パンを当てる。先ほど、私草の確率に垂直大結果当てて食らっちゃいましたが、ああいうことやっちゃダメということです。そうだ。さあ、これもまだ全然ミカがあるぞ。あ、よし、取る。さあ、今な、お、なんだなんだなんだ、ふざけんなと、ふざけんなとミカが消える。踏みつけたい踏みつけはどっちも当たらないというのが判明しました。さあ、さあ、この溜めてるのがヒデ。6回で溜まる、溜まる前に飛んでく。さあ、踏みつけか逆投げ、さっきと同じ展開で。さあ、パーナース。8割ぐらい減りましたね。お、なんだなんだ。さあ、まだあるか。あと垂直、これは通行のミス。あ、ガードしちゃった、これも通行のミス。まあ、これはしょうがない。まず1試合ヒデが選手します。でもチェンリーの動きちょっと馴染んでくれば全然いい勝負になっているので、これは分からないぞと。3先、1試合ヒデが選手してからの2本目です。さあ、このヒデのサブカラーになった 2P の黄色いのが2回転ですね。黄色が好きなんで、ニカはずっとこの色使いたいぐらいかもしれませんが、まあ、ヒデのサブカラーなんでね、多分そうはせずに色変えていくと思います。これ中中、今の後の3段目はつながる技がしゃがみ大パンがつながるかどうかぐらいだったかもしれない。さあ、壊し戦列話はガードされて、これは状況的には、5分ぐらいですかね。ニカがちょっと画面足なので、あー、ガードしちゃった。まあ、これ体力を結構見てないというのが、ああいう状況はよくあるかなと。はい、ここは、うん、立ち中キックで、ああ、一応取る。立ち中キック対空というのはジャンプ中キックに負けちゃうんですけれども、テンション食らうの嫌なチュンリー、結構ジャンプパンチ系で飛ぶので、それ読みっていうことですね。ジャンプパンチに対して相打ちが取れます。さあ、お互い溜まって、お互い溜まって近し、うーん、よく見てるというか、よく溜めを作っていた。2回転離して2発3発が当たらないが、さあ、ミスるか。当たって、この後は離す。まあ、2分の1ですね。ガードされたら多分チュンサマーから気候殲滅で終わっていたので、2分の1ですが、まあ話すでしょう。さあ、上からのかぶさりが強い。なかなかね、対処知らないとそれだけで。お、今のはよく止めました。痛い。パナス。ちょっとヒデもだいぶたくさんやったもんで、もうあの距離の反撃は難しい。これは厳しい。これはもう投げないか。投げない。お、当たるぞ。これはめくりからでもうわからない。ゲン、あれは背中蹴りのミスだと思いますが、
つながる裏ね、今のは裏に行けたかというところだったんですが行けなかったと。さあでも、ヒデが2本選手という状況ではありますが、まだまだわからない。開幕貢献、開幕、最速飛びというのは今3人の試合やってた中でほとんどなかったですかね。でもピヨらないんですか。春闘キャラっていうのはキコにベストで止めた時ってピコ三段とかでピヨらせられるのかな。あんまりそれが入ってるのを見たことがないけど、ちょっと青春チュンリーはピコ三段できないんで、はい、入らないのかな、やっぱり。あーね、そうか、じゃあ開幕3段入ったら、弦でこかした後に、2択でピヨって勝ちという感じに持っていくという。おっと、今ヒデがカラキャン伝承が最速で出なかったので投げられちゃったという感じでしょうか。さあちょっと安くはないんですけどね、やっぱ中3枚入れたいですね。あ、ここはミカがかなり弦お、今のは歩いてガード早く放せよとニカが言っているが、さあやっと放したが投げで死ぬ体力なのでドキドキ、放したのニカの方も放してしまった。これが決意、中足一発で死ぬ。おー、今のはミスったか。まあでもね、歩きオーラはジャンプ中キックに負けるからね、基本的には何もできないという。さあ、お、蹴り取る、背中蹴りが入って裏に行かないので、これは状況ニカに非常に良い。暴れてるのを冷静に見て、さあ今のは美味しい、剣は間に合わないが、さあちょっとお互いだいぶ上がった先読みがうさんくさい先読みをしつつ飛ばす、うん、中キックで確定じゃない、はい、飛んでいった。そう、ジャンプし分かったと、分かったと言ってます。はい、リードが取れれば勝てることが分かったと。はい、いや、しかし、2回転のサブサブぐらいのチュンリー、なんとか1本取って、まだ3先分からないぞと、ヒデの2-1です。すかした時小手、まあ、悪くはない、事前ぐらいですかね、中3番の次ぐらいにいいのかもしれないですね、小手で、ね。まあ、でもダメージもその後の状況もちょっとだけ中3番の方がいいかな。ここを打たれて飛んだ時は対空がないです。おっと、確認せずの、うん、歩いてガードするが、これ中足で耐えられないので、さあなんかヒデ余裕こいてるように見えましたが、あー出ない。ちょっと今の大気候話はまあいいんですけども、まあいいか、そうです、あれ重要なんですよね、一撃で死ぬとき。中継くらい足取れる、うん、あー受け取れない。これは初手から小足、中足、キコウ、中足、待ってました、おいち入れる、結構減った、歩き100列で手が3先3-1で処理しました。お疲れ様でした。